ヘンリー・コスターは、イギリス人の佐藤商人の息子である。短い生涯の後半を、ブラジルで過ごし、ブラジルの旅行記を書いた。ポルトガル語の名前を、エンリケダ・コスター。フランスでは、アンリ・コステの名前で著者が出版された。リバプールの佐藤商人ジョン・セオドア・コスターの息子で、ポルトガルで生まれた。健康に恵まれなかったため、気候のいいブラジルのペルナンブーコに送られ。 1809年11月に、ブラジルに着き、州都のレシフェに12月に到着した。レシフェで1年ほど滞在した後、ブラジル各地を旅した。1812年に、セアラー州のジャガリベに土地を借り、奴隷を買って、ファゼンダとなり、コーヒーを栽培し、輸出した。その後、イギリスに何度か短い旅をする以外はブラジルで暮らした。1810年に、 ブラジル誌を出版したイギリスの詩人ロバート・サウジーと知り合い、進められてブラジルの旅を1815年に出版した。サウジーのブラジル誌のポルトガル語への翻訳を始めたが完成しなかった。植物学の分野ではブラジル人の学者マヌエル・アルーダがカマラの著作を紹介しブラジルを訪れた植物学者ヨハン・バプチスト・フォン・スピックスと カールフリードリヒ・フィリップ・フォン・マルティウス、オーギュスタン・サンティレールの探検に協力した。H ・コストは植物の学名で命名者を示す場合に、ヘンリー・コスターを示すのに使われる。ありがとうございます。